鶴八鶴次郎は川口松太郎による短編小説新パギ曲オール読み物の1934年10月号に掲載。翌年第1回直木35章を受賞。1938年と1956年には映画化。1956年、1966年、1973年にはテレビドラマ化している。時は大正時代。 舞台は東京。鶴が鶴八、鶴二郎という信頼の名コンビがいた。彼らは心の中ではお互いに尊敬し好意を抱き合っていたが、芸への熱意から頻繁に喧嘩していた。喧嘩別れをし、鶴八は両手へと継がざるを得なくなった。映画の長さは89分。映画の長さは125分。第7回ブルーリボン賞助演団優勝を受賞した作品である。 テレビドラマは3度放送されているが、いずれも全後編となっている。1956年10月22日、同年10月29日に、KRT の鱗ろ座で放送。1966年1月6日、同年1月13日にフジテレビ系列の塩野木テレビ劇場で放送。百七十三年十二月十二日、同年十二月十九日に、 ネット系列の女、その愛のシリーズで放送。ありがとうございます。